京寺野地盤キーシビック。そして大都市はゴール前のパイロンセクション。さあ大都市高行のタイムが1分30秒940 1分30秒940でフィニッシュ。さあ大都市が2番手菅野俊彦のトップ変わらず。そして中間ゾーンに橋本教授が突入。さあ橋本の中間が40秒41で中間をクリア。さあ中間トップの菅野俊彦から遅れること 2.2 秒。さあ橋本前半で 2.2 秒のビハインド。続いてスタートはゼッケン23番羽生誠プロミューシビック BS。 さあこのクラス羽生俊彦の1分27秒後がターゲットタイム。橋本教授のタイムが